ランズクルーナはスウェーデン南部のスコーネ県にある都市。人口は約29,000人。デンマークとの国境であるエーレスンド海峡に面している。ランズクルーナは北にヘルシンボリ、南にルンドがあり、その間に位置している。西側はデンマークとの国境であるエーレスンド海峡に面している。また、海峡に浮かぶ島、ベン島への航路がある。ランズクルーナは1300年代以前、セードラセービーと呼ばれる小さな漁村で、村の主な産業はニシン漁であった。1413年、セードラセービーはカルマル同盟の君主、エリック・アブ・ポンメンから都市の権利を与えられ、ランズクルーナと名付けられた。王は国の冠となる巨大な商業都市を作り、ハンザ同盟との競争の中で強力な武器とすることを考えていた。中でも、バルト海への自然の入り口である、エーレスンド海峡の統治を強化する必要があった。エリック・アブ・ポンメンは町を築き、サンクト・ヨハネス・バッティステ教会を建設した。教会は、ルンドの大聖堂とおおよそ同じ規模で、この町の発展がいかに強力であったかを物語っている。ところが、ランズクルーナが急速に発展するにつれ、ハンザ同盟との対立も激しさを増し、1428年、ハンザ同盟の艦隊がランズクルーナを攻撃し、略奪や火災により壊滅的な打撃を受けた。町はすぐに再建されたが、数十年後にスウェーデン王カール・クヌートソンにより占領されたため、再び戦火に見舞われることとなる。しかし幸いなことに、この時ランズクルーナは、全体的な破壊からは免れた。その後、1400年代終わりに、ランズクルーナは急速に発展を遂げ、商業の中心として多くの貿易商人が訪れるようになった。シータデレット城デンマーク王クリスチャン3世は1549年、地方管理であったベーデルスクラウムに命じ、ランズクルーナに城を築き城塞で固めた。築城20年余りを要したシータデレット城は、今でもなおランズクルーナのシンボルになっている。1658年、スウェーデンとデンマークの間にロスキレの和議が結ばれた。あと、城塞はその形を変える。内堀の内側に沿って堤防が築かれ、城の外側には4つの領圃が作られた。さらに外側には外堀も設けられた。この改修により、4つの領圃と外堀により、シータデレットはちょうど四角形になった。この城塞は当時北欧で最も近代的な形であった。1663年にランズクルーナはスコーネの首都となった。しかし1675年にスコーネ戦争が勃発すると栄光の時代はすぐに終わりを迎えてしまう。4年間の戦争によりランズクルーナは荒廃してしまった。スコーネ知事のヨハン・ギッレンスティーエナにより壮大な再建計画が持ち上がったが、彼の急死により計画は実現されなかった。1700年代前半、ランズクルーナを商業都市として再建しようとする動きが出てきた。この計画は古い建物をすべて取り壊し、町を南側の入り江の方に移すというものであった。しかしこの計画は、ランズクルーナの住民には受け入れがたかった。またさらに、この計画には多大な費用がかかった。そこで、新しい都市は徐々に発展させることになり、古い建物も壊されることはなかった。1800年代以降、ランズクルーナは近代都市へと急速に舵を切る。町は、城塞の都市から開かれた工業都市、商業都市へと姿を変えた。この頃スウェーデンの実業家、ユストゥス・トランフェルがここに拠点を置いていた。彼は息子であるカールと共に、砂糖産業を発展させ、これにより、スウェーデンの砂糖王となった。一方港では造船業が発展し、1920年代から1930年代の不況期を除いて、ランズクルーナの造船業は1970年代まで堅調に発展していった。しかし、1970年代、スウェーデンに造船危機が訪れ、ランズクルーナにもその波は及んでいる。ランズクルーナには4つの有効都市がある http://www.lantkronaplus.se/pageit/aspageit=559。ありがとうございます。